53の質問っていうのをやっていこうじゃないかと。いいですね。53の予備校講師も。あ、でもいいですね。まあ、そうなんです。はい。マックスパス。そうです。今の年収はざっくりと1000万くらいじゃないですか。うん。おそうで始まりました、もちチャンネル。さあ、今回は平田瀬也。こんにちは、和田学塾代表の平田です。よろしくお願いします。はい、森田先生、おめでとうございます。よかったですね。何がですか。チャンネル登録者15万人突破ということで、今日はもう15万人突破記念の放送回ですよ。 ありがとうございます、僕もオフィシャルのマネージャーついて、もう一流 YouTuber じゃないですか、お待ちなさい。失礼いたします。はい、皆様はじめまして。いつもフリーザ軍地球支部早稲田合格塾の平塾長と森哲さんがお世話になっております。私の偏差値は53万ですよ。宇宙の帝王フリーザです。キエーイ、フリーザ様が来てくださいました。よろしくお願いします。視聴者の、ね、方々分からなかったと思うんですけれども、実は早稲田合格塾はですね、フリーザ軍の地球支部ということで ね、やっておりますんで、ちょこちょこナレーションの方とかね、そうねさせていただいてますから。我々の上司です。我々の上司が本日は地球にいらっしゃってくださってですね、もうスカウターも渡してますからね。チャンネル登録者数15万超えたということで、おめでとうを。すごいですよね。いやいやいや、本日はですね、ちょっとフリーザ様にちょっと司会をしていただいてですね、私がね、すごい。フリーザ様の偏差値にちなんで、森哲ちゃんに53の質問っていうのをやっていこうじゃないかと。いいですね。53の質問、私にね習ってね、53という。そうですね、ゴミの質問ってことじゃない。殺されますよ。そうですよ、殺しますよ。56勘に触りますね。なんで、なんで後でモノマネをしようとするんでしょう。本日は森哲ちゃんに53の質問、53万じゃないだけありがたいと思ってください。いや、やだわ、53万もない。お願いします。お願いします。はい、それでは行ってみましょう。はい、キエー。はい、それではですね、53の質問ということでよろしくお願いいたします。はい、まずですね、出身は。ああ、神奈川県横浜市です。横浜だいぶ近いです。2番目、血液型は。血液型、あ、非公開にしてるんですけどね、僕ね。いろいろ言われるから。なぜ非公開に。知りたいか。まず、あ、なんかね、いっぱい聞かれるから、生徒たちから、はい、なんか神経質だから A でしょうって言われたりとか、雑で汚いから B でしょうって言われて、変人だから AB でしょうみたいに言われて、みんな想像するので、まあそのままにしとこうか、こうか。あ、もう想像にお任せする形。言ってます。でもだいぶザクッと言った方がすっきりするんじゃないですか、ね、これは。なんかザクッと言った方がすっきりするんじゃないですか、ね、これは。なんか、O じゃない。おうではない。なるほど。家族構成は。弟が1人。弟が1人。はい、全員同じ血液型です。あ、なるほど、つなげましたね、また、はい、出身高校の偏差値は。知らないっすね。50いくつじゃないですかね。53万ですかね。いや、偏差値53万です。みんな周りの偏差値がマイナスいくつとかじゃないとできない。では5番目、中高時代の部活は。ああ、バスケやりました。バスケ、あ、バスケやってそうな体つきです、はい、確かに。じゃあ6番目、受験勉強はいつから始めましたか。高3の9月ぐらいですかね。ああ、じゃあだいぶみんなと同じ感じっていうことですかね。結構短いですね、そう考えると ね、 そうですね。フリーザ様がゴールデンになるためにトレーニングした期間と同じぐらいです。4ヶ月4ヶ月トレーニングして。じゃあ7番目、浪人はしましたか。したんで、全然4ヶ月じゃない。あ、なるほど。やっぱりそこが差ですね、2人の。なるほどね。ちょっと精神と時の辺に入って修行をしたい。入れたらね。参考書取りに外出れるんですか、あれは。あ、出れないかもしれない。出れないですね。独学で全部持ってやらないといけない。では8番目、大学時代の専門研究は。あー、 Space Your Temporal Metaphor。なんて言ったの。ボルンガを呼び出そうとして。いや時空間メタファーですね。はー、認知意味論ですね。認知意味論。はい、ではこれちょっとね、ざっくり攻めます。はい、大学時代何人とお付き合いしましたか。2人かな。ああ、でも4年ですもん。はいはい、まあ、ご飯は1人としか付き合ってないですからね。まあ、いいですね。ご飯には勝ってるってことですね。ではですね、10番目、大学時代の自分に一言。自分に一言、うん、ああなるほど。いや、バイトばっかしてんじゃねえとか、ね、あ、バイトしてたんですね。塾講師のバイトの時間が長すぎたと思いますね。あ、悟空と真逆パターンですね。
全然働かない、働かないですからね。そうですね。では11、大学時代のサークルは、あ、これね、聞かれるブレイクダンスなんですよ。え、意外意外、バスケかと思ったら、うん、ブレイクダンス。12、大学時代一番の思い出は、へえ、まあ留学じゃないですかね、やっぱり。あ、留学どちら、アメリカ、サンディエゴに行ってました。では13番目、自分の長所は、あ、長所、あ、まあ継続、ね、継続、はい、この毎日投稿動画を出し続けられるとかっていうのはやっぱり、まあ、なかなかできないです。自分で編集もしてますからね。いや、それはすごい。で14番目、逆に自分の短所は、短所、あ、まあ昔は短期だったのが短所だなって思ってましたけど、まだ感情で動くタイプだから、怒りで変身するサイヤ人ですよ。なるほど、部下ですからね。どっちかってさ、ベジータさんですかね。ベジータさんタイプですね。勉強以外で得意なことは、得意なことは継続ですか。ああ、なるほど、継続されましたね。これもこちら、趣味はありますか。趣味ほとんど YouTube ですかね。あ、最近ちょっといろんな動画、 YouTube だけじゃなくて、うん、Netflix とか Amazon プライムとか契約し始めたんで、はいはい、ちょっといろんなのを見ていくかなと。ほう。では17番目、尊敬する人物は、尊敬する人物、うん、あ、Seth MacFarlane ですね。はい。まず何かを呼び出そうとして、マックスパーラン、そうです。何て言いました、マックファーランっていう、日本人が知ってるのはあのテッドを作ってる人ですね。あ、テッドの声もやってるし、作成も全部彼がやってますね。はー、すごい方ですね。コメディファミリーガイっていうアニメを作ってる人です。へえ。18番目、もうこれ割とシンプルです。好きな歌手は、 TWICE。 TWICE、 まあ、まあ、最近はもう、まあ、コロナ禍になっちゃってね、日本でコンサートとかもないんで、うんうん、どんどん、うん、なくなっちゃいましたけど。はい、19番目、印象に残っている予備校講師は、はあ、予備校講師、うん、まあ、いっぱいいますね。逮捕された人いっぱいいるから。逮捕された方そうですね、いるんですか。いらっしゃるんです、そんな方が。印象はいっぱいありますけど、まあやっぱ恩師としては富田先生ですね、英語の。ほう。じゃあ20番目いきます。捨てられないもの、こちら何かありますか。あ、予備校のテキストとかですかね。だから、あ、ちょっとわかるね。捨てられずに持ってますね。なるほど、捨てられないもんなんですね。お、これちょっと難しいのかな、どうなんでしょう。一番古い記憶は何ですか。一番古い記憶、古い記憶、そんなお腹にいた時とかみたいな、みたいな感じですよね。そのレベル、そういう記憶であるのは、あの幼稚園で錆びた鉄があって、うん、僕何でも登ったりぶら下がったりする人だったんですけど、うん、そこで、あ、来年もこれをやってるんだろうなって思ったことがある。ではですね、好きな歌詞とかありましたけれども、視聴者におすすめの洋楽は何でしょう。洋楽、洋楽、ファーイーストムーブメントとか、うん、知らないです、うん、全然わからない、はい、どういう系なんですか。まあヒップホップですか、まあ、いわゆる初めてこうアジア人ラッパー、アジア系アメリカ人なんですけど、うん、で売れた人たち、本当にこのランキング1位とか取った、うん、どこでそんなの知るの。普通に知ってるから。そうなんですね。ではですね、こちら23番目いきます。一番好きな格言は。格言、うん、いや、あんまりないんですけど、最近は明日は我が身って、明日は我が身、はいはいはい、やっぱり不祥事が多発する予備校業界だったので、うん、明日は我が身っていうのをちゃんと考えておかなきゃいけないかなって思ってます。 YouTuber たちもね、うん、どこで炎上して、まあそうですよ、どこで消えるか分かんない、ね、もうちょっと騒いでね、話題になってる方とかもたくさんいますから、31人とかで、でしかもああいうチャラい人たちが騒いですら炎上するんだったら、まあまあ、チャラくない陰キャが騒いだらめちゃめちゃ炎上するんだろうなと思って。まあニュースにはなるでしょうね、意外性もあるし、うん、なるほど、まあ気をつけるということですね、そちらをね。その時は、まあ、フリーズ様にね、キャーってやつね、爆破してもらって。じゃあこちら行きましょう、はい、料理はしますか。24番目です、ね、ああ一切しないですね。あ、一切しない、うん、じゃあ次、料理はしますから一切しないで、はい、次、好きな食べ物は。これよく言ってます、カレーですね、はい、あ、カレーなんですね。で次、嫌いな食べ物は。これもよく言ってますね、パクチーですね。もうパクチー、はい、なるほど。あ、スプランチュローって言ったりコリアンダーって英語で言うんですけど、はい、あ、英語ではそういうんですねパクチーではないんですね、はい、では27番目、視聴者に送ってほしい食べ物は食べ物、結構
個を早稲田合格塾に送ってもらってるんですけど、うん、カップ麺ばっかり届きますよ。あでも忙しいからサクッと食べれますもんね。ケーキとかああいう時間が経っちゃうと食べれなくなるものは平さんが全部食べちゃうんで。そうですね。結構心苦しかったのは、うん、森てっちゃんの誕生日にってことでケーキが送られてきたのを僕が食べるっていう、うわ申し訳ない気持ちになりながら食べるっていう、ね、持つもそうですね、まあ、持つものをぜひよろしくお願いしますってことですね。明日から乾パンめっちゃ送られてきたらどうしよう。いやいや戦時下カップラーメンとかね。一番印象に残っているドラマは。ドラマですか。世代出る質問だね。そうですね、結構。Desperate Housewives。は？まだなんか呼び出そうとしてる。Desperate Housewives。日本語ではデスパレートな妻たちになってましたね。デスパレートな妻たち。日本では NHK でやってましたよ。あ、そうなんだ。やられたんですね。じゃあこちら29いきましょう。人生で初めて見た芸能人は？記憶にあるのは楠田恵理子。あれここに来て日本の芸能の方たち、ね、海外いないからジョージ・クルーニーとか出てくるのそう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 流れ的に。じゃあこれも行きましょう。ざっくりですもう本当に、はい、今の年収はすげえな。いや来ましたよ今塾持ってるんだけど、うん、塾に立ち子それが全くどうなるかこの先全く分かんないですけど、うん、塾生入るか入んないかによってもざっくりと1000万ぐらいじゃないですか、うん、おーおーでもいいですね。いや次31貯金はしてますか。あんましないと思います。へーであんましてないっていうので次の質問がですね気になるのが一番何にお金を使いますか。あまあ今はそういうね塾立ち上げてでその塾また拡大するみたいな感じでお金は使ってますけどコロナ前はもう旅行ですね。もう全部旅行ですね、はい、今欲しいものは海外に行けるパスポート持たれてはない。いわゆるワクチン多分今2回で行けるっていうのはあると思うんですけど、はいはいはい、どこでも普通に入れるパスポート、ね、なるほどね。それが一番欲しいということですね、うん、まあ旅行がまあ趣味と言ってましたが国内で一番楽しかった旅行先は。難しい。ゼミ合宿とかだったら確か下田かどっかじゃなかったかな。お静岡ほうほう静岡。じゃあ海外で一番楽しかった旅行先は。どこでしょう。一人でいろんなとこ行ってますけど、モントリオールかな。へぇー。モントリオール。どこだったの？国はかかったのあ、これじゃあ旅行にまあまあ行かれるじゃないですか。はい、旅行でのこだわりは何ですか？こだわりですか？こだわり。まあコロナ禍になっちゃいましたけど、その前だったらもう行き当たりばったりの方が面白い。うん、ああ、もう何も予定を立てず。そうですね。着いてから、考える結構冒険家ですね。冒険家ですね。 GT の悟空すごいですね。じゃあ37番いきましょう。こちら好きな女性のタイプは。よく聞かれるんですけどね、うん、あんまりないんですよね。いろいろ見てみてもほうほうほう共通点とかも特にないですし。あバラバラですか今まで。そうですね。だから芸能人とかも考えても別にない。垂れ目なんじゃないかとは言われるんですけど、ほうほうとも限らない。 TWICE の方も別に垂れ目じゃないしな。38番いきましょう。何フェチですか。これもだからないんじゃないかなと思って、うん、特になんか性格は強め優しめどっちがいいですか。下優しい方がいいですよ、うん、そうなんだ。やっぱ強い韓国人の彼女で大変なことになりましたから。あったんですねそういうこと、はい、では39番。幽霊を見たことありますか。そうなんだ。金縛りに会った時にそういう感じのは見るけど、でもそれは金縛りっていうものの現象を知ってたんで、うん、ああこれかと思いながら見てました。ああでもそれがまあ幽霊じゃないかと、まあ、ただそういう風に見えるものなんだっていうのは知ってたんで本当だなって思いながら見てました。わあすごい割と冷静な感じの見方ですね、うんうん、じゃあ行きましょう。40番。好きな YouTuber は。あ好きな YouTuber、うん、誰だろう。いっぱいいますけど最近はでもほんとゲーム実況者ばっかり見てる気がしますね。おーどういうゲーム実況者ですか。最近格闘ゲーム見たりしてますね、はいはい、ハイタニ TV とか誰が知ってんだっていうとか、まあもちろんヒカルさんとか有名どころも好きですけどね。フリーザ様も YouTube やってるんで皆さん見てみてください。ぜひね、あの、はい、中尾雄星さんと共演面白いですよ。そうです。あの時は一番やばかったです、はい、トラウマでしたぜひ見てください。ではですねこちら41番。これちょっと若干被ってますが、はい、一番好きな映画は。あーうーんバタフライエフェクト。まあそうなんですよね。なんでみんなに分かりにくいようにそうそうそうバタフライエフェクトね。じゃあ次これ見てる方はねこれね知りたい質問だと思いますよ、はい、受験生時代の一番の失敗は。まあやっぱ授業をいっぱい取って復習しなかったことが一番だから復習は大事なんですね。浪人生にありがちなやつですね。授業ばっかり取っちゃって復習全然する暇がない。あ43番。仕事での
一番の失敗は？なんか失敗しても後々まあ良かったかなって思う人間なんでね、うん、難しいですけど、失敗って思わない？契約書はちゃんと読んどけってことです。あーそれはよくあるかもしれない。吉本さん、私読まないです。44番、女性での一番の失敗は？あ、なんだろう、これもだから同じような感じですけどね、後々まあ良かったかな、今思うと韓国に行ったのは正しい判断だったのかなって思うことはあるけど、まあ後々考えれば韓国語できるようになったしいいか。おお、できるようになった。あ、そうかそうか、もう女性ですもんね、その付き合う。え、まあでもめちゃめちゃ授業とか楽しかったです。おお、では次45番、これちょっとトランクスっぽいですね、うん、過去に戻ってやり直したいことは？あ、まあこれ前に話したことありますね、その高校とか中学の時代にもう留学したかった。あー、早い時に、早い時にもっと早く強くなりたかったってたらどうなってたかな、全然違う人生だったかなと思いますね。早い方がいいってあります？いわゆるネイティブになる。あー、なるほど、慣れが早いから。で46番、こちら行きましょう。将来やってみたいことは？やってみたいこと、うん、まあいつも言ってるのは移住ですね。海外移住っていうのは、まあいつもアメリカっていうのはまあ皆さん知ってると思うんですけど、移住してそこから日本に配信、発信していくっていうのは。自分の授業でのこだわりは？映像になってきたからあんまり分かんないですけど、うん、生でこう教える場合は必ず人笑いと人感動は絶対入れることっていうのは。すごい、そういうこだわりを持ちながらやられてるんですね。別にそういうの準備はしていかないですけど、うん、ここで笑かそうとか、うん、ここで感動させようとかって準備は一切しないですけど、うん、意識的に持ちながらはちゃんと。48番いきましょう。生徒指導で一番大事にすることは？生徒指導、どういうこと、うん、教える。今武田塾やってるから、生徒とこういろいろ話したり、そうそう話したりするの中で一番大事なこと。ああ、まあまあ一番大事なことはここで言ったこと、後々ちゃんと役立つようにしなきゃっていうことですかね。ああ、なるほど。この一問の理解が今後やってくる5問10問につながっていくようなみたいなね。そうそう、本人たちは見えないわけですよ、そういうのは。これが一体後と何に役立つのかが分かってない。でもこっちはそれ何に役立つか分かってる。こっちは計算してね、先を見ながら言うようにはしてます。じゃあ49番、伸びる生徒の特徴は何でしょう？ちゃんと言うことを聞いて、まあ、自分で実践していくとかですかね。結構やっぱ多いのはこう聞いた、ああじゃあこうだっていう勝手なルールを作る人がやっぱり多い。それをこう勝手なルールを作るんじゃなくて実践していくみたいな人ですね。ああなるほどね。それができたらもう如意棒のように伸びていきますからね。ぐーんと。英語で一番傑作だと思う学さんは？いや、まあでもいいものがいっぱい出てきてるんでね、絶対新しい方がいいです。今の時代の方が昔より全然いいと思いますけど、自分自身は英文法方法のトレーニングっていうのが好きでした。全然今ではなんか有名参考書ではなくなっちゃいましたけど、自分はあれが好きでしたね。英語以外で一番傑作だと思う学さんは？全然何やったかな。一番好きだったのは世界史の青木先生の実況中継じゃなくてカセットテープ、カセットテープ、うん、あれは良かったですね。毎日聞いてましたね。はじゃあですね、52番ですね、はい、平塾長の尊敬できる点は？こんな質問出るんだ、急にぶっ込みましたね。尊敬できるところですか？これ大事やで、ここ大事やで。に詳しい。うるさい。使えるか。使えるか。そこ。そういうのお詳しいんですね。はい。こっちにねほりはほりありますけどね。いやいや、もう俺早く次行ってほしいわ。ほりはほり。じゃあこちら最後の53番目の質問でございます。はい、視聴者へのメッセージを。メッセージ。はい。いや、いつも見てくれてありがとうございますっていうのが一番。だと思いますけど、いやこうやって15万人まで伸ばさせてくれたことが一番のありがたいことだと思いますので、はい、これからも見てください。おー、ありがとうございました。今すぐチャンネル登録とグッドボタンを押さないと殺しますよ。キー